VBZBE56 は VBZ が導入した低床路面電車でボンバルディアトランスポーテーションとアルストムによって製造されている。VBZ の基礎インフラに適合する低床車がなかったため独自の低床路面電車を開発、導入することになった。コブラの愛称がある。VBZ では1990年代初めより、 登場した100%低床の路面電車に関心を寄せていたが、メーターゲージ用の100%低床車は選択肢が狭く、コンビーノなどのレディメイド車両では VBZ の求める条件に合う車両はなかった。このため独自企画の低床路面電車を設計、導入することを1996年に決定し、2000年より製造を開始、翌年より営業運転を開始するに至った。 既存のプラットフォーム帳を最大限に活かす設計の結果、5車体連接のコンビーノより15%輸送力が高いとしている。製造はボンバルディアのプラッテルン工場で行われ、チューリッヒまではトレーラーで陸送された。コンビーノやシティランナーなどと同様、フローティング車体を挟んだ5車体連接車で左右独立車輪を使用している。 最大の特徴は軸鏡を大きく取り、台車間にボックスシートに区画が入る設計としたことである。これにより、車軸間に位置するシート下に手電動機を収めることが可能になり、車内には不自然な突起が全くない。三車体目は右側軸間にドアが位置するため、モーターは左側のみに装備し、左側の車輪を駆動している。 シートはすべてクロスシートで、台車上はボックスシート、他はすべて進行方向に固定されている。二車体目には車椅子、ベビーカー用のスペースがある。従来からの道路線に在籍する車両の管理に、習い、運転席は進行方向のみ、乗降用ドアも進行方向右側だけとなっている。2001年10月より6編成が営業運転に入り、 一年間営業運転を行いながら問題点の同定、解決を行った。2002年4月にはギアボックスに亀裂が発見され、一旦は全社が定期運用から外れたが、メーカーで改良を行い2002年8月より運用に復帰している。量産可能な信頼性が得られたとして、2003年9月には本格投入が決定され、2005年半ばより2010年に、 かけて68編成の導入が予定されている。なお当初の予定では一次車として2005年夏までに11編成、二次社として2010年までに58編成が導入される予定であったが、1編成減らされている。ありがとうございます。